はい、こんばんは、今日は、夜の動画撮りということで、一日皆さんお疲れ様です。私の住むところは雪がね、かなり降ってきました。明日の朝きっとね、起きたらね、雪がね積もってるんじゃないかと思うとね、やだな。雪かきからね、始まるんですよね、地方の人間はね。私たちの長野県っていうのもね、北、私の住んでいるところは北の方ですので、まあ志賀高原のね麓ですよ。朝ね雪が降っているとね、真っ暗の、中ね、除雪機のね音がすると、うわーやばい、これ雪かきから始まるって言って、もうとんでもないですよ。朝起きてね、寒いのにね、雪かきから始まる朝、はあ、明日の朝はねきっとね雪が積もってるんじゃないかと思うと、まあ仕方がないですね。やらないとね、地方の人間はね、雪をかきかいてから始まる朝ですよね。でもね、だんだんね年を重ねてくるとあちこちね痛むんですよ。もう腰が痛かったり、もう筋肉がこわばるというね現象が起きます、ね。そんなわけで今日はね、何をあげようかなっていうことで、まあ今日職場の仲間と話してまして、先生のこの間の PM 3時の変な動き、もうめちゃめちゃ面白かったですよって言われて、あ、私のね変な動き、楽しんでもらえたらすごい嬉しいなと思ってね、あとお盆を作るという動画を見て、先生これ作ったんだけど見てくださいって言って、ちゃんとね見て私のところに持ってきてね、見てくださいっていうことで、あ、やってくれてるんだななんていうことで、若い先生たちね頑張ってますので、明日は若い先生にね雪かき頑張ってもらおうかなって、言いながら、今日はね皆さんね、バナナは好きですか？バナナ、私はねちょっとバナナ食べるとね少し痒くなっちゃうんですよ。なので最近ちょっとバナナ食べてないんだけれども、バナナのね作品を今日ね、見せようと思います。はい、じゃんごめんなさいね、ちょっと唾溜まっちゃう時があるんだけどね、大丈夫です。これは新聞のバナナです、ね。展示するとこれを遠目で見ると本物だと思って、あ、どうしてあんなとこにバナナがっていうね、方が昔いらっしゃいましたが、結構ねこう上手にリアルにね作れているみたい。私もこれ気に入ってます、バナナで。バナナといえばやっぱりね、バナナのこう皮を剥いた感じもねこう表現するのも面白くて、この少しこう放置しておくと黒くなるよね、この感じとかね見てもらうと面白いでしょう。これね、バナナねちゃんとねポコンと抜けるんですよ、ほらいいでしょう。新聞だよ、見えますかね。あとこれ、はい、バナナが、バナナがポコ食べるっていう、これね磁石が入って入れてあるんですけど、面白いでしょ、ちょっとユニークで、これもねポコッと抜けます。はい、こんなね、ちょっとユニークな、バナナの作品今日ね、紹介しましたが、皆さんもバナナを食べて、明日の活力につなげてください。朝ごはんね早くて食べれないよっていうねお子さんはバナナを食べて、一日ね、
朝のスタート頑張りましょうね。あのご飯食べれない人はね、バナナいいですよ。バナナね食べてね、エネルギーになるので、じゃあ明日の朝もね元気になるように、バナナのパワー伝われーピー、ということで今日の動画はこんな感じで終わりたいと思います。では新聞紙工作は無限大。